となり、家族が同じ趣味を持って楽しめること、同じ時間を過ごせること、温かみを感じて一緒に活動したいと言ってくれる仲間が増えてくれていることでとても嬉しく思います。衣装が変わり、蝶を取り入れて大人っぽく、扇子を持ち凛と咲き誇る強さ、弱さ、優しさを表現してみました。今年初めての子どもたち、慣れない扇子を持ちながらも楽しく演舞させていただきます。それでは踊っていただきましょう。大雪風神会の皆さんです。どうぞ。はい、会場の皆さん、こんにちは。大雪風神会です。先方となります。ご指導のほどよろしくお願いいたします。新一のごとくエアさん、
スタジオさんとご一緒にお手を返して、よし、しっ、ありがとうございました。おめでとうございます。大雪風神会の皆さん、ありがとうございました。